皆さんこんにちは、中地チャンネル中地と申します。さて今回はパワプロ2022観戦試合企画ロードトゥ上州カップの21回目やっていきたいと思います。よかったらぜひ最後までご視聴ご観戦いただけたら嬉しいです。さてこのロードトゥ上州カップとは一言で言うと、中地のチームの戦力強化と視聴者さんチームとの交流を図っていきたい、そんな企画となっております。もともとは今年の2月頃から始まりまして、4月に開催した仲間大会、第7回上州帝国杯に向けた中地のチームの強化を目的とした練習試合だったんですが、ありがたいことに大会終了後も多くの方からチームのご提供いただきまして、まあ、その皆さんのチームとの対戦を経て現在に至っております。改めまして、チームをご提供いただいた皆様、本当にありがとうございます。さて、パワプロ2024発売まであと1週間を切りまして、まあ、ここ最近ちょっと中地が体調崩してしまったりとか、まあ、もろもろの企画との兼ね合いだとかというところで、申し訳ありません。最近なかなか練習試合ができていなかったんですが、で、今回がすみません。最終回とさせていただきます。実はまだ他にもいくつかチーム提供いただいていた方いたんですけれども、まあ、ダウンロードの関係だとか、あとは、先ほどお話ししたような関係の中で、ちょっとすべてのチームとの練習試合、撮影することがちょっと時間の関係上できませんでした。改めて大変申し訳ありません。ただ、パワプロ2024に入ってからも、まあ、すぐにとまでは言えないんですけれども、またこのような練習試合企画、必ず設けたいと思っています。その時にまた、ご一緒できることを楽しみにさせていただきたいと思います。どうかご了承いただけたらと思います。さて、21回目最終回とさせていただきますが、今回のお相手は、埼玉西武ライオンズ匿名希望監督との試合です。匿名希望って、ちょっとどうなったかまではわからないんですけれども、もしかしたら対戦したことがある方かもしれません。そして埼玉西武ライオンズということで、真中地が大好きな、応援している埼玉西武ライオンズの、チームということで、まあ、実際に見させていただいてるんですけれども、めちゃくちゃ楽しみなメンバーが揃っていますので、そんな埼玉西武ライオンズチーム対、中地の上州帝国ライオンズ純正ということで、これまで栄冠ナインで育成してきた選手の中で西武出身の選手を集めた、そんなまさに西武対決ということでやっていきたいと思います。では見ていきましょう。はい、ということで、メンバーご覧の通りとなっております。まず左側ですね。埼玉西武ライオンズ、見覚えのある名前が並んでいます。いやーもうね、カブレラ・ヘルマン、ゴーゴーサと、なんかちょこちょこなんかね、オリジナリティのある名前がいますけれども、そして先発ピッチャー松坂ということで、まあ、パワプロ2024にもね、松坂選手登場することになっているので、そういった意味でもとても楽しみな、ある意味レジェンドチーム的なメンバーかなと思います。さあ、対する上州帝国の方も、西武の主に現役選手を集めたチームとしています。実は全員、まあ、メジャーリーガー含め今現役でまだプレイしている選手を集めています。このうちの半分くらいが今西武にいません。まあ、そういうことですよね。まあ、細かいことはさておき、さあ、このメンバーでやっていきたいと思います。さあ、ということで、2022最後の企画ということで、また2024に向けた企画ということで、さあ、埼玉西武ライオンズ対上州帝国ライオンズ純正ということで戦っていきたいと思います。それでは、匿名希望監督、よろしくお願いいたします。まあ、ということで、パワプロ2022での最後の練習試合企画をやっていきたいと思います。埼玉西武ライオンズさん、よろしくお願いします。さあ、お互いに西武出身の選手たちが集まっている、そんなチームとなっています。さあ、お相手の方、どうなったか、すいません、わからないなと思いながらやっていたんですが、一回監督さんの顔を見たときになんとなく、あの方かなってわかりました。久しぶりです。いつもありがとうございます。さあ、先行チームの西武は、ちゃんと今回応援歌をほぼ全員つけてみました。それほど西武好きということをご理解いただけたら嬉しい。さあ、1番赤田、2番尾関ですね。だいたい2000年代あたりの選手が集まってるという印象でしょうか。懐かしいですね。さあ、対するは菊池雄星です。で、中地の方の上州帝国ライオンズの方は、全員スタメンは、現役の選手、まあ、メジャーリーガー含めて現役の選手を集めています。まあ、ベンチにね、OB 選手はいるんですけれども。さあ、いいバッティング。頭の上を超えていく。素晴らしい。さあ、先にチャンスを迎えたのは、ライオンズ。西武ライオンズですね。さあ、また様、中島博之。さあ、チャンステーマは、懐かしいと思う方もいらっしゃるかもしれません。チャンステーマの1です。さあ、前走がめちゃくちゃ長いチャンステーマです。てか、西武全体的に長いな、今思うと。
追い込んで投げました。スプリットはボール、インコース低め。第4球を投げた、外れた、ボール。次は5球目投げた、打ちました、いい当たり。さあいいバッティングなんですが、セカンドこの先、そして4番アレックス・カブレラです。第9投げた、ストライク、振っていきましたが、さあこのカブレラのパワーが本当に驚異的ですよね。さあパワプロ2024がね、まもなく発売されますけれども、パワプロ2024になんでカブレラいないんだって個人的にはずっと思っちゃうんですが、まあその分デストラーデに期待したいところ。さあそんなカブレラ、さあ追い込んでいますけれども、第5球投げた、ストレートはボール。第6球を投げました、さあパワーボール。そして5番はエステバン・ヘルマンです。第9、さあ割と助っ人外国人にした、まあ、最近は結構多いんですけれども、俊足コーナーのタイプの助っ人外国人ですよね。懐かしい。第3球を投げました、3球目ストライク。さあ4球目、さあ粘っていく。第5球投げました、いいバッティングですが、セカンド正面でした。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあ菊池雄星はピンチしのぎまして、さあ1回の表が終わります。先制点を挙げられませんでした。右の松坂、そして先行の西武ライオンズチームの先発は松坂大輔です。さあついにパワプロ2024で登場が決まっておりますけれども、さあとても楽しみです。さあ対する上州ライオンズと今回呼びましょう。上州ライオンズは1番秋山からです。秋山翔吾、さあ松坂選手は V スライダー、高速スライダー、そしてストレート、失投を逃さなかった、ナイスホームラン。さあ先制点、先頭打者ホームランは上州秋山です。いやーこれは秋山選手らしい一発でしたね。さあ失投見逃さなかった。こちらが先ほどの先制のシーンです。さあ豪快な一発が出ましたね。さあいきなり点が入りました上州。さあバッターは2番の源田です。さあこの上州の方のライオンズは、先ほどお伝えした通りスタメンは全員、まあ、現役メジャーリーガー含めて現役選手、割と三足打線前後の選手が多いかなといったところですね。さあサークルチェンジ、さあ甘い球を見逃しませんでした。そしてバッターは3番森友哉。さあチャンステーマだけはちょっと前の世代になるかもしれません。松井稼頭選手などでおなじみウルトラセブンです。アウトコース低め、第3球を投げた、決まったストライク。さあバッター3番森友哉。さあ西武時代は主にキャッチャーとして活躍していましたが、今回は、守備経験もあるライトにつけています。さあこれもさあうまく合わせていく。さあ源田、さあ走塁がうまいんですが、ここはホームまで行きません。さあそして中村拓也なのに、あの違う選手の表示出すのやめてください。さあこの中村拓也選手は上州多分最強のバッターです。基本的には、まあほぼほぼあのそこまで強くない選手が多い西武出身なんです。さあこれもさあファーストの球超えていった形。さあ2点目が入ります。さあ完全に平成の怪物というオリジナル変化球、ありがとうございます。完全にそれに対して詰まらされたんですが、しかし頭を越えていきました。そしてバッターは5番の浅村です。西武時代はまあセカンドとかが多かったですかね。盗塁は決めていく。さあ今回はファーストでの登場です。ファースト守っていた時もね、外崎がセカンド守っていた時なんかはあったかなというところ。いやーこれも見逃さない。さあ平成の怪物完璧に捉えてスリーランホームラン。いや正直ここまで序盤から点が取れるとは思いませんでした。さあプロスピではね、あの固有フォロースルーが追加されている浅村選手なんですが、さあ次回作ではどうでしょう。さあバッターは6番セカンドの外崎。
これもまた見逃さない。さあ、バッター7番の武田愛斗です。現在は千葉ロッテに、現役ドラフトで移籍しましたけれども、さあ、強肩強打のタイプのバッターでしたよね。結構個人的には好きだった選手。投球はこれから3球目。ボール、外角低め。第4球を投げました。さあ、ちょっと序盤から松坂選手少し荒れてしまってはいるんですが、フォアボール。右バッターボックスは8番、住谷。そしてバッターは8番、住谷銀次郎選手。さあ、FA で一度はね、移籍したりとかというのはあったんですが、さあ、西武に今年、2024年度から帰ってきた選手ですね。さあ、元ドラフト1位キャッチャー。さあ4球目、外角高め。さあここまでまだアウトが取れていない松坂、ちょっと苦しい立ち上がりになっている。しかしこれは素晴らしいストレート。そしてピッチャーは9番菊池。さあこの菊池選手、もともと打撃フォームがこれクラウチングなんですよね。おそらく現役というか、その実際の打席に立った時のバッティングがそんな感じなんだと多分思うんですが、さあ、1回から打者一巡する結果となりました。さあ、バッター1番帰った秋山、先頭打者ホームランを打っています。さあ、松坂、ここ、踏ん張れるかどうか。さあ、サークルチェンジ、ギリギリのところ入っていきますね。さあ、V スライダー。これはライトのお席。さあ、いきなり5点を先制しました。さあ、対する西武ライオンズ見ていきましょう。さあ、懐かしい構えから、懐かしい応援歌から、バッターはゴーゴー佐藤、いや GG 佐藤です。さあ、 GG 佐藤選手の応援歌も好きだったな。そして7番のベッキー片岡、まあ、片岡康之選手ですよね。投球はこれから3球目。打った流し打ち、浅村ダイレクトでボールを。さあ、やや応援歌ミスっているところがありますが、ご了承ください。さあ、バッター津軽の鉄人細川。さあ、細川徹選手もね、住谷選手が第一線になる前まではね、本当にこの細川選手が支えてくれていましたよね。懐かしい。うん、これはどうだ。センター秋山、スリーアウト。菊池三者凡退に抑えています。2回の表が終わって5対0。あ、今日は菊池が立ち上がり安定しています。さあ、2回の裏の攻撃、バッターは2番の源田から始まります。さあ、ちょっと初回不安な立ち上がりというか、いきなり捕まってしまった松坂なんですが、さあ、まだもうしばらくは投げるというところでしょうか。さあ、怪物球威だとか、かなりこう、リアルな。おっと、ゴーゴー佐藤、ゴー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 。さあ、これは、あれなのか。これはあの、WBC の時の、まあ、あれはフライエラーでしたけれども、何かそれに通ずるところを感じてしまいました。さあ、3番の森。さあ、大量得点差ではあるが、さあ、松坂選手の変化球、そして特殊能力、素晴らしいものがたくさんある中で、さあ、ここで踏ん張れるか。さあ、フォアボール。そしてここで中村拓也。あ、しかしこれはゲッツーは取れない。さあ、6点目が入りまして、さあ、ホームラン打っている浅村秀人。やはり山賊打線プラスアルファ、結構いい打線ですよね。第3球を投げた。見送ってボール。第4球を投げました。
引っ張った、ぐーんと伸びて左に切れていきました、ファール。打った、次は6球目、うん、三振。さあ、そしてバッター6番の外崎。高速スライダー、ボール。まずは内角低め。投げました。打ちました。うん。これはどうだ、センター、落ちる。さあ、そして、追加点が入ります。7対0。そして、7番のアイトですね。さあ、まさか序盤からこれだけ得点差がつくとは思わなかったんですが、まあ、それだけ、山賊打線は頑張ってくれています。さあ、対する日本一打線、そして投手陣はどうでしょうか。さあ、球数今61球。さあ、追い込んで。三振。さあ、最後は三振取りました、松坂。お、さあ、ここで早くも代打ブラゼルですね。さあ、もちろんブラゼルにも応援歌は作っています。懐かしいですね。本当に、こう、パワフルなバッティング。もう1年、2年ぐらい西武にいて欲しかった選手ですね。投げた、外角高め。ストレートは外れても、次が4球目。投げた、あ、しかしこれは三振。これはしっかりキャッチしていました。打順をトップに返って。さあ、バッター1番中田。第1打席はライトフライに倒れています。第2球。投げた。いいバッティングだ。さあ、これは落ちました、ヒットを抜けましたね。さあ、セカンドまで行く。さあ、ここからまずは得点取れるか。アバター2番の関。改めましてチャンステーマは、チャンステーマ西武の1番ですね。うん、これは三振。そしてバッター3番の中島博之。あ、これはデッドボール痛い。さあ、4番のカブレラ。さあ、ファーストというところを考えると、ちょっと守備力に難があるカブレラですからね。このバッティングのところで返したいところなんですが。さあ、得点には至らず。さあ、菊池としてはよく踏ん張りました。スリーアウト。そして、お、ピッチャー、デニー・トモリですね。いやー、懐かしい、デニーさん。さあ、このサイドスローからかなりこう、闘志のあると言いましょうか。そんなピッチングスタイルだったデニー・トモリ。懐かしい、三振。そして、さあ、9番は菊池。さあ、ここはピッチャー対決、しっかりデニーとしては抑えていきたいところ。それにしても選手の顔の再現度も、おお、デニッシュ、デニッシュ、デニッシュとは一体。あ、これ逆に落ちそう、ヒット。さあ、できればヒット許したくなかった菊池。さあ、1番に帰って第3打席目の秋山ですね。さあ、今7点差がついている状態ではあるので、まあ、少しでも早く、なんとかね、点を取り返して欲しいところですよね。さあ、ワンスリー。さあ、これはアウト。さあ、バッター2番、源田は今日2打数2安打、当たっています。第2球。投げました。さあ、このデニッシュも振らせていく。第3球を投げました。3球目ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げた。いやー、素晴らしいキレですね。投球これから5球目絶対強烈な当たり。さあ、しかしここ、おい、また豪光佐藤、豪光佐藤、何をやっているんだ。いや、今のは完全にアウトでしたよ。いやー、ちょっとゴーゴー佐藤の補給のランクは後で見ておきたい。さあ、この状態で3番森には繋ぎたくなかったでしょう。ちょっとデニーさんだったら怒りそうですよね。これはうまく打ち返していく。またやった。ゴー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 、お前は何をやっているんだ。さあ、この場面でおかわりさん。
いやー、これはちょっと、高校がすごく足を引っ張っている。変化球はストライク。投球は3球目。投げました。ストライク。バッターさあ、なんとかレフトには飛ばしたくないというか、飛ばしてほしくないところでしょう。あ、デニッシュのキレは素晴らしい。さあ、ただもうすぐスタミナがなくなりそう。打ち返して、さあ、うまく取りました。さあ、これで8対0。ライオンズリードの状態は変わりません。さあ、そろそろまずは1点ずつでも返したい。さあ、西武ライオンズ。投げました。2球目ストライク。第3球。外れた。ボール。第4球を投げました。うん、いいバッティング。あ、ただヒット自体は割と出てるんですよね。さあ、5-5佐藤、ここで取り返さなきゃいけないぞ。投げました。低め決まってストライク。まずは入れてきました。第2球、投げました。2球目ストライク。これで追い込みました。追い込んで、投げた。見送ってボール。第4球を投げた。5-5!5-5 しっかりしろ。これは相手チームながら勝つを入れたくなっちゃいますね。さあ、7番のあベッキー片岡。打ちました。ファールボール。第3球を投げた。一つ外してボール。さあ4球目。流し打ち。噛みました。さあ、これファーストセーフ。そして津軽の鉄人細川。投げました。初球空振り。少し迷ったか。第2球投げました。ストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球ストレートはボール、アウトローへ。第4球は打ちました。ボールはライナーです。お、さあ、ここもチャンスを迎えていきます。さあ、チャンスの場面で、しかしここはデニーですね。ピンチを広げてしまいました。投げました。さあ、ピッチャー特有の補填ヒットが見れればというところではありますけれども、さあ、セカンドランナーは足の速いヘルマン。あー、しかしここもまた得点には至らず。さあ、浅村がさばいてスリーアウトでした。4回の裏、ライオンズ攻撃に入ります。この回の先頭バッターは浅村、今日3打点を挙げています。さあ、ピッチャーデニーはそのまま続投です。さあ、次の投球。さあ、これは5-5佐藤、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫なのかわからない。これはショートですね、ショート中島。さあ、もはや違う意味でショート中島。さあ、6番は外崎修太。あ、デニッシュ多投気味ですね。いや、いいと思います。ただデニッシュがちょっとストライクゾーンに入らなくなっている。あー、これはうまく合わせた外崎。さあ、そして7番のアイトです。さあ、ビニーちょっと疲れが溜まってしまっている状態。さあ、この対決くらいまでになるんでしょうかね。お、しかしこれはショート中島。さあ、デニー変わらないぞ。さあ、ピッチャー細川。あ、じゃない、失礼、住谷。さあ、完全に疲れているデニー。さあ、ただ追い込んでいる。投球はこれから3球目。危ない球。さあ、4球目。これは合わせたんですが、センター赤田翔吾。これで3アウト。2塁ランナー殿崎残塁に。ライオンズこの回1番からの好打順。さあ、5回の表は1番赤田翔吾からです。さあ、もうそろそろ1点返さなければ、てか2点ぐらい返さなければいけない場面。投げた。高めの球、空振り。第3球を投げた。ボール内角低め。投げた。さあ、いい当たりなんですが、うん、センター秋山。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番尾関。さあ、そして2番は尾関です。投げました。アウトローの直球はボール。第2球
投げました。カーブは空振り。第3球を投げました。危ない球。次が4球目。投げました。打った。うん。さあこれも合わせたんですが、合わせただけか。取りました。これでツーアウト。さあツーアウト。さあ個人的に一番怖いと思っているバッターがこの中島です。さあ一発長打に大いな期待が持てる選手。さあしかし追い込んでいる。さあ菊池は球数75球目。さあ3-2。第6球は打ちました。さあこれで3アウト。菊池三者凡退、無得点に抑えています。デニー降板。お、さあこちらもピッチャー菊池に変わったようですね。さあ菊池対決。さあまさかの菊池対決。こんなことあるのか。さあ左キラー持ち。さあこれはグッバイテイムさん。名前よ。変化球の名前よ。めっちゃかっこいい軌道だけれども。名前よ。さあ、そんな菊池と共に、さあ、打線も奮起できるかどうか。三振です。さあ、1番の秋山。さあ、これはいいバッティング。今日はここまで3打数2安打。危ない球。さあ左キラーということで、結構ねうちのライオンズ左打ちの選手が多いので、割と菊池は相性がいいんじゃないかな。危ない球。投げました。これは引っ掛けた。お、さあ失礼、キャッチャーが抑えています。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。さあバッター3番の森友や。投げました。危ない球。第2球投げました。危ない球。第3球を投げた。危ない球。さあ3の、さあ投げた。変化球見送って3番ですね。変化球にキレがあります。投げた。うん、さあフルカウントまで来ている。さあどうだ。ランナースタート、打ちました。さあ粘る。第7球をランナースタートを切った。さあこれはストレート甘く入った。さあ、秋山そのままサードまで走る。そして4番の中村ですね。さあ、この中村はちょっと怖いバッターですよ。しかし、ここはヒットならず、スリーアウト。スリーアウトチェンジ。ライオンズ、ランナー1塁3塁残塁。前半が終わりまして、8対0です。ゲームは後半に入ります。先頭バッターはカブレラ、今日はフォアボールとサードゴロ。さあ菊池は球数ここで80球になりましたので、この対決が終わったら交代ということになります。ただできればね、そろそろ得点が欲しいところ。一応7回以降7点コールドというね設定にはなっているんですが、さあこれはナイスホームラン。いやー、これが見たかった。いや、改めまして、この監督さんのお顔を見て、いつも本当にありがとうございます。さあ、ここで1点返しました。いや、一番打って欲しかった選手からホームランが出ました。さあ、ここでピッチャーは田村一郎です。マウンド上ピッチャーは田村。今日2番、バッターは5番、ヘルマン。第9。さあ、バッター5番のヘルマン。第2球、投げました。シンカーはボール。外角低め。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。打ちました。キャッチャー落下点。さあここは隅田にキャッチしています。バッターは6番佐藤。さあバッター55佐藤、今日3エラーの55佐藤。いや、ここは本当に頼む、打ってくれ、もはや打ってくれ、敵チームだけど打ってくれ。投球は3球目、投げた。そのままだと完全に55佐藤が、北京オリンピックではないけれども、もう完全な、あ、これはどうだ、これはナイスヒット。さあ、55佐藤がヒット打ちました。さあ、7番はベッキー片岡。さあ、せめてもう1点取っておい
きたいところですよね、ライオンズとしては。さあ、田村一郎選手は、まあ、これから活躍してほしい埼玉西武ライオンズの選手ですね。さあ、対するはレジェンドの一人、片岡。ああ、うわ、きょうどいい。さあ、スリーツー。あ、これは、ゲッツーだな。あ、今のはうまい守備でした。さあ、そして6回の裏に入ります。さあ、このグッバイデーブさんを多投している流星。さあ、それにしても本当にあの再現度が高いですよね。大まかな特徴を捉えながら、そして、まあ、それに超特殊能力とかでバフをかけてという形、本当に再現度が素晴らしいなって改めて思います。まあ、もともとは再現チーム対、まあ、栄冠ナインで育成した、まあ、基礎捨てがある程度高い選手たちが集まってるチームということで、まあ、やはりこちら、まあ、中瀬のチームの方が、まあ、有利になりがちな展開なのはね、予想はしていたんですが、まあ、その中、お、またやっているまたやっているいや、これはもう擁護できないまあまあ、こういうこともありま、こういうことというか、まあその、55佐藤の4エラーも、これも55佐藤大丈夫か大丈夫かダメじゃねえかダメじゃねえかこれはセーフ。いや、もうこれはもう、これはもう選手層がどうかの問題じゃないです。もう55佐藤の問題です。いや、これはもう完全に55佐藤の問題だ。さあ、パッチアップはできない。大関の強肩。さあ、ここで9番の田村。何気に満塁男持ちです。さあ、せめてここはアウトを切っておきたいところ。第4球を投げました。バッターの足元、投球これから5球目、三振。あ、振りませんでした。そして1番の秋山。さあ、ここをまずは抑えられるか。菊池ドロップカーブ素晴らしい。第2球投げました。危ない球。さあ、このグッバイデームさん、スライダー方向の変化球ですかね。あのスラーブ的な軌道ですけれども。さあ、中島。さあ、これは抑えました。スリーアウト。いや、5-5! 5-5! お前何やってんだ。いや、敵チームだけど、これはもう大活ですよ。さあ、そしてこの回最低でも1点を取らないと、ホールドゲームということにはなってしまいます。さあ、なんとか、点を取り返していただきたい。さあ、そんな、デブライオンズなんですけれども、うん、これは、センター、秋山ですね。あ、ピッチャー、ここは変わるんですか？山田遥かの嫁。何やってんだ一応山田遥選手の応援歌をちゃんと作っておきましたが、この選手見て、まあビビるよね。まあビビるよね。さあ、シーン。いや、でもあのコースは誰でも打てないわ。さあ、あと一人ということになってしまった。さあ、ここから意地を見せてほしい。あ！さあ、コールド免れた。さあ、コールド免れた。これはナイスホームラン。いやー、リードオフマン、赤田翔吾。さあ、素晴らしいホームランが出た。これはなかなか面白い展開じゃないですか。大関も繋いでいく。さあ、まだわからないぞ。さあ、3番中島裕之。個人的にこの中島が一番打ちそうな雰囲気感じてるんですが。さあ、どうでしょう。投球は3球目、投げました。3球目空振り。さあ、ナックルカーブ。追い込んでいます。投げた、見送ってボール。第5球投げた、打ちました。うん、これもファール。鋭く切れていきました。ファールです。
さあ粘る。あ、これも三振。さあしかし赤田のホームランで2点目取りまして、さあコールドゲームはひとまず回避できました。お、さあピッチャーザック・ニエルですね。懐かしい。いやー、西武ファンとしては嬉しいですよ、これ。改めまして、何度も言いますが、本当にありがとうございます。さあ、このようなチーム、まあ、育成してくれてというか、こんなチームを出してくれて、本当にありがとうございます。さあ、ニールパワーボール。さあ、シンキングツーシーム、いい変化球。サードはヘルマン。バッター森友は今日当たっています。アウトコース低めいっぱいストライク、まずは見送りました。投げました。2球目空振り、タイミング合いません。第3球を投げました。バッターの足元。さあ4球目ボール内角へ投げました。いいバッティング、これは抜けました。やはりさすが森友哉。そして4番の中村拓也。さあこのニールパワーボールいいですね。そしてストレート、なかなか緩急のあるこの変化球。そしてストレート、変化球、これはうまく合わせました。さあチャンスを迎えたのは上州。さあ今日ホームラン含む2安打の浅村。おお、シンキングもいいですね。さあこのニールらしいピッチングスタイルいいですね。すごい好きです。三振、素晴らしい。いや、あの強打者浅村三振はでかいですね。さあ友崎も今日は出塁してるんですけれども、さあどうでしょうか。うん、これはいいバッティング。さあしかしライト尾関、さあしのぎました。さあこれはまだ分かりません。さあバッター4番のカブレラ。まずは外角低め、第2球低めストライク。投球はこれから3球目、カットボールはボール外角へ。次が4球目、投げたインハイ、スプリット外れたボール。第5球投げました、見送ってストライク。さあフルカウント。第6球を投げました。ああ、これはナイスピッチング。内角高めいっぱいに決まった。さあバッター5番のヘルマンです。さあこのヘルマンからもね、ヒットが出てくれたらまた面白い展開になってくるんですが、おっと、うん、しかしアイト。これでツーアウト、ランナーありません。さあバッターゴーゴー佐藤、お前だけは打て、マジで打て。さあ広角砲ライン、ドライブ。さあプロスピナーラインドライブですので、結構やっぱリアルに近いですね。ああ、これはしかしセカンドゴロ。いやー、ちょっと今日は完全にゴーゴーが、ゴーゴーがゴーエラーしてるんだよな。本当にゴーゴー佐藤の捕球の数字を後で見ておきたい。おー、ニールパワーボールを、さあ、かすっていきました。投げた。逆らわずに右。ファール。第3球を。投げた。打ちました、いい当たり。さあ、いいバッティングなんですが、さあ、左中間抜けていく。さあ、ノーアウトから、さあ、チャンスを作っている。さあ今日初安打でした。さあそして今日ヒットのナイス三谷。さあニール踏ん張れるか。いや、でもこのシンキングツーシームのキレえぐいですよ。さあ強心臓持ち、ストレート。あ、さあこれは泳がされた。さあそしてさあ9番の田村。内角低めいっぱいストライク、バッター追い込まれました。投げました。うん、三振。さあニールが踏ん張っている。さあ秋山今日2安打ですけれども、さあこの対決はどうでしょうか。セカンド
ト牽制、二塁タッチはセーフ。第2球投げました。うん、いいバッティング、これはナイスバッティング。さあこれで7点差になりました。試合終了。さあということでこの試合は9対2、まあ、コールドゲームという形で、上州帝国ライオンズの勝利ということになりました。まずは、対戦してくれた匿名希望さん、本当にありがとうございます。またもしよかったら皆さん、匿名希望さんにお疲れ様、ナイスゲームなどエールを送っていただけたら嬉しいと思っております。さあということで、まあ、この試合も菊池森のバッティがよく頑張りました。さあよくやってくれたと思います。ただ一方の匿名希望さんチームも本当に面白い素敵なチームを見せていただけて、まあ、個人的にはめちゃくちゃ嬉しかったです。さあまずは試合の方を振り返っていきたいと思います。まあ、結果的には両チームホームラン2本ずつ、ただ序盤のね、本当に3回までに8点を取るという展開、まあ、その後しばらく得点なかったんですが、8回に1点を取って試合終了という形になりました。さあまずは両チームの結果振り返っていきましょう。さあ埼玉西武ライオンズの方は1番赤田、2番尾関が当たってましたね。でヒット自体は8本出ていたんですが、得点はなかなかこう連打という点では繋がらなかったのが痛かったかなと思います。ただそれ以上にとても記憶に残るチームだったと思います。さあ投手陣、松坂がちょっと序盤捕まってしまったのがね、痛かったかなと思うんですが、ただ松坂選手含めてとても、いい選手、いいオリジナル変化球など持っている選手ばっかりで、とても個人的には魅力的なチームだったなと思います。ちなみにストレートはあんまり投げなかった、ニーラは割と投げてましたか。高速スライダーもホームランにしていった選手いましたね。さあ対する上州の、ライオンズなんですけれども、まあ、18本ということで、まあ、1回初回の、ね、打者一巡の猛攻がもう全てだったような気がします。ちょっとさすがにあそこまで繋がるとは思っていませんでしたが、しかしみんなよく頑張ってくれたなと思います。で投手陣、菊池、田村が1点ずつ失ったものの、しかし2人とも試合を十分に作ってくれたと思います。菊池ストレート多いな、 56%、ね、こんなにストレート率が高い選手あんまり見たことないぞ。ちなみにホームラン打たれたのは、あ、スプリット打たれたんだね。はい、ということで改めまして匿名希望さん、対戦そしてチームのご提供ありがとうございました。まずは、チームご提供いただいてから試合を行うまでに大変時間がかかってしまいまして申し訳ありませんでした。またこのタイミングで合わせてになりますが、改めて、練習試合、することができなかったチーム何チームかの皆様についてもこの場をお借りして、お詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。その一方で本当にこのチーム見させていただきまして、もうとても素敵なメンバーたち、また、中地埼玉西武ライオンズ大好き人間なので、そういった意味でもね、とても懐かしい選手たちをたくさん見ることができて、再現度も高くて個人的にはめちゃくちゃ嬉しかったです。ちょっと応援歌、あの一部テンポとか見せてしまっていたものがあったんですけれども、思わず応援歌を作ってしまいたくなるくらいに、懐かしい選手たちがたくさん集まってくれて、個人的にはすごく微笑ましい、そんな試合でもありました。まあ、結果的には2対9コールドという形にはなりましたが、カブレラのホームランなども見れたし、様々なピッチャーの変化球とかも見れたし、とても楽しかったなと思います。ちょっとお久しぶりなところはあるかと思いますが、また2024でもね、お会いできることを楽しみにしております。また今後ともよろしくお願いいたします。はい、ということで改めまして、ロードトゥ上州カップというこの練習試合企画2022に関してはこれで全ておしまいとなります。改めて、全てのチームと対決することはできませんでした。その点は大変申し訳なく思っておりますが、多くのチームと練習試合を、まあ、一度させていただいたチームがほとんどで、本当にありがとうございました。ただこれで終わりにするわけではなく、2024でもまたこういった企画設けていきたいと思います。ただちょっと2022の中ではね、練習試合が遅くなってしまったりとか、思うように進められなかったりというところもありましたので、そのあたりこうしっかり反省というかブラッシュアップをした上で、また改めて2024でもこういった練習試合だとか仲間大会だとか、そういった企画設けていきたいと思っておりますので、改めましてどうか2024でもよろしくお願いいたします。改めまして、そして2024では A 館9の配信も毎週火曜木曜土曜日にやっていきたいと思っています。また2024初日はですね、耐久配信もやっていきたいと思っているので、よかったらそちらも遊びに来てもらえたら嬉しいです。動画投稿等も頑張ります。最後になりますが、高評価チャンネル登録まだの方、よかったらぜひよろしくお願いいたします。ということで今回の動画はこれでおしまいとなります。最後までご視聴ご観戦ありがとうございました。中地でした。
ではまた2024の動画ライブ配信でお会いしましょう。ありがとうございました。失礼いたします。